同期の2人が最高の舞台で握手を交わします。このシリーズの主役はジュニア選手たち。その素晴らしきジュニア選手たちの頂点を極める戦い、すごい戦いにジュニアもヘビーもない、ベストオブザスーパージュニアミレニアム優勝決定戦60分一本勝負を行います。あだとは70センチ95キロ、大垣慎一郎。5年ぶり2度目の決勝進出、大谷慎一郎です。178センチ98キロ、初めての夢、決勝の舞台、高岩達人です。ライバル2人がさあ表情一つ変えずゴングの音を待ちます。平成4年入門の同期対決ということになりました。さあ勢いよく出ていきました。さあするといきなり高岩達人デスバレーから片指、カウントは2カウント2、一気に仕掛けていきました。大谷慎二郎に対して仕掛けていきました高岩達人であります。なんと言いましても今回のシリーズ、いや2000年、高岩は脇目も振らずジュニア一本に絞ってまいりました。あの4月の東京ドーム大会、とにかくジュニアの視線というものはライナーを中心に一気にヘビー級に向いておりました。チャレンジザスーパーヘビー、しかし高岩達人はただ一人ジュニアのことだけを考え、そしてジュニアにこだわり続けました。さあその気持ち一気に集中させての決勝戦。一方の大谷慎二郎、8回目のスーパージュニア、史上最高の戦いにしてやる、そして俺が全勝で完璧な形で優勝するんだ、そう宣言して臨んだ今回のリーグ戦であります。山崎さん、同期のライバル同士、タッグで、ね、組めばチャンピオンという最高 の仲間であり、戦ったら一番やりにくいライバルだと思いますよね。本当にこのお互いが手の内を知り尽くしてますよね。そうですね、やっぱり自分のパートナーという意味ではね、はい、どう戦ってどういうタイミングで技を出していくか分かってますから、いざ相手に回して戦った時に一番やりにくい相手だと思いますね。はい、IWGP ジュニアタッグのベルト、お互いがパートナー、二人が現在もチャンピオンとして巻いているわけでありますが、そのあたりの自信とそして誇り、お互いが